皆様こんにちは、チャンさんです。今回は自分の目の形に合うビューラーの選び方をご紹介していきたいと思います。どういった内容かと言いますと、ビューラー選びの基準となるポイントや自分の目のサイズの測り方をご紹介した後に、14種類ものビューラーを徹底的に比較して、今まで上がらなかったまつげが劇的に上がりやすくなる、そうですね、運命のビューラーですかね、そんな一本に出会えるよう進めさせていただきます。それではまずビューラー選びに必要な5つのポイントをお話ししていきます。ビューラーっていろんな種類があって、どれを選んだらいいのかすっごく迷いますよね。そこでまずビューラー選びの基準となるのが、1、目の横幅、2、目のカーブ、3、目と眉毛の幅、4、まつげの長さ、5、仕上がりの好みになります。わかりやすいようにタイプの違うビューラーを例にそれぞれ比較しながらポイントを確認していきたいと思います。まず1の目の幅ですが、目の横幅とフレームの横幅が近ければ近いほど目頭や目尻の毛も一発で上げやすくなります。実はビューラーによってこのように幅広なものから狭いものまであるんです。次に2つ目の目のカーブについてですが、目を正面から見た時に目の丸みに合わせてフレームのカーブの強さを選ぶと、まぶたにフィットしやすく、挟んでいたいということがなりにくくなります。ただゴムが太めだったり短かったりするとカーブがより強くなったようにも感じるので、フレームのカーブとゴムの形は総合的に見て選んであげるといいと思います。次に3の目と眉毛の幅ですが、この幅が広ければ広いほど上フレームの縦幅が広い方がまぶたを押し上げてくれるので、根元からまつげを挟みやすくなります。目と目の距離が近い方は標準的な細めのタイプの方が使いやすいです。次に4のまつげの長さですが、まつげが長い方はハサミ口が大きく開くものが挟みやすいです。短い方はハサミ口が小さい方がまつげが遊ばずキャッチしやすいです。最後に5の仕上がりの好みですが、根元からグイッと立ち上げる丸みのあるカールを毎回作りたい方はバネが入ったスプリングタイプを選ぶとメイク初心者さんでも簡単にできるのでおすすめです。ですが丸みの強いカールと自然なカールを力の強弱で調整したい、日によって仕上がりを分けたいという方はオーソドックスな方がいいです。いかがでしたでしょうか。一見似ているようだけれどもサイズ感や構造はそれぞれ違うんですよね。ここまででもだいぶこの辺りのビューラーが自分に合っているかなという感じになっていただけたのではないかと思うのですが、自分は果たして平均から見てどのくらいのサイズ感なのかがすごく気になってきませんか。今までは日本人向けと言われるビューラーを使ってきたけれども、まつげが思うように上がらなかったなという方は本当は標準的な目のサイズ感ではないのかもしれません。そこで次は目のサイズの測り方を3ステップでご紹介していきます。用意していただくのはこちらの文房具です。定規、ハサミ、紙、できれば方眼用紙だといいです。あとはペン、セロテープです。メジャーもあるとより測りやすいのですが、まあ定規でも大丈夫です。すぐにご用意できる方はせっかくなので今一緒に測ってみましょう。先ほどご紹介させていただいた5つのポイントのうち特に重要なのが上の2つでして、この2つは目のサイズと形に大きく関わっているんです。ですので目のどこを測るべきかというと、目の横の長さと目のカーブの深さです。まずステップ1、このくらいのサイズに切った長細い髪を上まぶたに当てて目頭と目尻の部分に印をつけます。目の際と髪の側面をしっかりと合わせてください。この時にメジャーがあればぜひメジャーを使って長さを測ってみてください。こちらが目の横の長さです。ステップ2、目の横の長さを定規で測ります。目頭の切開部分から目尻の切開部分までを測ります。目は立体なので横向きの方が正確に測れると思います。ステップ3、目の横幅と同じところに髪の印の部分を貼り、頂点の高さを定規で測ります。横幅の長さ割る2で中心点から垂直に測ると正確です。このステップをすることで目の横の幅と深さが分かるんです。ちなみに私がサイズ的に一番合うビューラーはこちらのシュウウエムラのビューラーでした。
出会ってからどうも使いやすいなって思っていたら、私の目の横幅は 3.9 センチで深さは 0.9 センチでした。そしてこちらのシューウェムロも測ってみたところ、ここの横幅が 3.9 センチ、カーブの深さが 0.9 センチだったんです。それはもう私の目にぴったりのはずですよね。でも皆さんだって自分のサイズが分かったら、どのビューラーが自分の目とマッチするのか、もう知りたくてたまらなくないですか？なのでこれから14個のビューラーの横幅と深さ、それ以外の特徴や使用感を一つずつレビューしていきたいと思います。順番はこちらの通りです。一番使ったことがある方が多そうな資生堂から順番に、似たようなサイズ感であったり構造のビューラーを次々とご紹介していきます。たくさんあるのでテンポよくいきますので、ぜひ気になったビューラーがあった際にはスクショして見てみてください。デビューの前に私がやったビューラーの横の測り方と深さの測り方をご紹介します。ビューラーの横幅はゴムの長さを出したものです。フレームは直接目に当てますが、実際にまつげを挟める部分はゴムがあるところのみになりますので、ゴムの外側をメジャーで測りました。カーブの深さは 3.5 センチほどに切った紙をビューラーで挟むと跡がつくので、そこに底辺を書き足して定規で測って出したものになります。こんな感じで全部測りました。そしてサイズ表記については丸点丸センチの後ろにカッコでプラス 0.1 マイナス 0.1 と、日本人向けに設計されている資生堂を基準にその値も表記しておきます。なので今回標準とする資生堂のビューラーのサイズ感に対して自分が今どれくらいの大きさなのかが分かったら、自分に合うビューラーを見つけていただけるかと思います。すべて自腹で集めましたので、無駄にならないようしっかりと計測したつもりではございますが、あくまでも独自調べによるものなので、各ブランド様の設計図と異なる場合もあるかと思いますので、一つの目安としてご覧いただければ嬉しいです。まず1本目は資生堂のアイラッシュカラー213番です。こちらは何千人もの日本人女性のまぶたの形から開発されたビューラーなので、これからビューラーデビューする方におすすめです。私も十分綺麗に上げられました。2本目はシュウメムラのアイラッシュカラーです。カーブが強めでフレームの横幅も少しあるので、丸目さんや二重幅がはっきりとしている傾きです。ゴムは資生堂よりも分厚く柔らかいので、まつげには優しくでも丸くしっかり上がります。3本目はコーセーのアイラッシュカラーです。使用感は資生堂によく似ています。なので資生堂を使ってみて少し使いづらかったなという方はあまり合わないかもしれませんが、資生堂よりもほんの少しカーブが緩いものをお探しの方はいいと思います。4本目は RMK のアイラッシュカラーです。横幅とカーブの深さはコーセーと同じでした。デパコスなのに1000円というところが個人的に嬉しかったです。ゴムの弾力が今までの中では固めな方で、まつげが丸くカーブするというよりかは割とストレートな仕上がりです。5本目はオルビスのアイラッシュカラーです。資生堂よりもカーブは緩やかです。挟み口がやや広めに開くので、まつげが長い方でも挟みやすいです。全体的に言えることですが、ゴムが柔らかいと丸くチュルンとした愛嬌のある可愛らしいまつげになります。6本目はダイソーのアイラッシュカラーです。そもそもサイズ感が小さめでカーブもかなり強く、ゴムも固めで私には使いづらかったです。100円とお手頃で全く使えないことはないので、自然派さん向けと言えそうです。7本目はショービドーのまつげに優しいカラーです。この部分が特殊な3段プレート型かつフワフレームにもゴムがついていて、通常根元中央毛先と3プッシュするところワンプッシュでできるというビューラーです。私が使ってみたところ、ワンプッシュでは上がらず根元は上げにくく折れやすい気がしました。目の横幅が広めでまつげが長い方向けなのかもしれません。8本目はエクセルのスプリングパワーカーラー N です。バネがついているので力加減を気にせずに時短で綺麗に上げられるので、私もよく使うビューラーです。やや緩めのカーブですが、目の形はあまり問わず多くの方が使いやすいビューラーだと思います。根元からしっかり上げられるのでおすすめです。9本目は無印の携帯用アイラッシュカーラーです。横幅は資生堂と同じですが、カーブがズバ抜けて緩やかと言いますか、平らに近くまぶたが薄めのすっきり一重さんにおすすめです。コンパクトなので持ち歩きにもいいです。ただ私のような目に近い形をしている方は根元から上げにくいと思います。10本目は貝印の
PC アイラッシュカラーです。形もそれ以外の特徴もほとんど無印と同じでした。ドラッグストアで購入するなら買い印、無印で購入したい、少しでもお安い方がいいという方は無印を選んでいただければと思います。11本目はマキアージュのエッジフリーアイラッシュカラーです。無印や貝印ほどではありませんが、ビューラーの中ではカーブが緩やかでサイドの支柱がないので、資生堂では真ん中の毛しか挟めなかった方や丸みの少ない奥二重さんはとても挟みやすいはずです。下まつげも挟みやすく驚きました。12本目はイミのアイプチフィットカラー一重奥二重用です。カーブの緩さはマキアージュと同じくらいです。上フレームが広めなので目と眉毛が広い方は根元から挟みやすいです。私は二重ですが、すごく上げやすかったです。ゴムも程よい柔らかさでマキアージュよりも丸みのあるまつげに仕上がりました。13番目はスックのアイラッシュカラーです。イミと同様に上フレームが縦に広めで、かつ山のような形をしているので、フレームがぐっとまぶたに食い込み、まつげをしっかりキャッチできます。ですが目と眉毛の距離が近い方は逆にフレームが邪魔になってしまうと思います。私はこの根元からの立ち上がり具合が大好きです。14本目はコージーのプッシュ&キャッチカラーです。600円も値段差があるにもかかわらず、スックとそっくりな構造をしています。スックにも言えることですが、山形フレームは両サイドを上げるときに私はちょっと痛かったです。目の幅とカーブの深さが合う方は痛みなく綺麗に上げられると思います。コージーのゴムは固めなので自然な仕上がりです。はい、14本すべての比較が終わりました。今この場で気になるビューラーを選んでいただいてももちろんいいんですけれども、できれば自分の目のサイズを測っていただいてから、もう本当にぴったり合うビューラーを選んでいただけると、私もこの動画を作った甲斐があるなと思います。なかなかサイズってどのサイトにも載っていなくって、各ブランドさんの公式サイトに横幅が書いてあるものもあれば書いていないものもあったりとか、深さに関してはもう本当に緩いか広いかとしか書いていないので、今回私が出したこの数字っていうのは必ずしも正しいというわけではないですが、ビューラーって試して買うっていうこともできないので、ぜひこういった数字を一つの参考にしていただければ嬉しいです。私もサイズを測ってみて、本当にやっぱり周上まで合うなって感じることができたので、皆様にもこんな根元からグイッて上がるビューラーってあるのって本当に思っていただきたいので、本当にサイズ測ってみてください。もう何度言ったか分かりませんが、ぜひやってみてください。はい、でもしも自分に合ったビューラーのはずなのになんでか上がらないなっていう時は、コツがちょっと足りないのかもしれないので、ぜひこちらの動画を見てみてください。実践してみたらしっかりとまつげ上がりましたという声をいっぱいいただけたので、ぜひ悩んでいる方は試してみてください。そして下まつげのメイクの仕方も動画上げているので、そこでは下まつげをカールさせやすいビューラーの紹介も合わせてしているので、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。本当に今回は長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。